17日午後、さいたま市大宮区の風俗店、入るビルで火事があり、消防によります。4人が重体だということです。1日午後2時ごろ、さいたま市大宮区の風、店から、煙が出ていると付近の住民か、通報がありました。消防が駆けつけた、ろ、風俗店が入る鉄筋コンクリート3、手のビルから火が出ていて、消火活動、続けられています。消防によります、の火事で4人が重体だということで、現は JR 大宮駅から北に400、ルトルホ、の飲食店や風俗店が入った雑、